ゆずっともえちゃんです。ございます。ちょっとね、5分前に起きたばっかなんですけども、ちょっと朝起きたらね、すっごいニュースが舞い込んできたんで、ね、この動画ね、急遽ね、撮ってるんですけども、なんとですね、今年のワンピースのプレミアムサマーの内容が決定しました。イエーイってことで、で、まあ、毎年恒例のユニバとワンピースのコラボなんですけども、今年ね、どうやらね、15周年らしいんですよね。で、15周年なんで、今年の内容ね、いつもと違って、めちゃくちゃ豪華なんですよね。だから今日ですね、今日発表されたワンピースのプレサマ2022のね、情報をですね、全部ね、紹介しようかなと思ってます。じゃあ早速ね、やっていきましょう。で、ちなみにですね、このコミュニティは今後ですね、またね、ユニバとワンピースのコラボイベントが始まったらね、すぐにね、動画ね、出そうかなと思ってるんでね、ぜひね、チャンネル登録お願いします。で、このコミュニティね、今年までに本気でね、登録数ね、10万人ね、目指してね、ぜひね、拡散登録ね、お願いします。じゃあ早速ね、やっていきます。うまくロレツ回らへんかもしれへんわ。マジで寝起きやから。で、今年のワンピースのプレサモの開催期間ですね、7月の1日から10月の2日なんですよね。だから大体まあ3ヶ月くらいですよね。で、まあ、去年は確かですね、ハロウィン期間中はずっとやってたんですけども、まあ、今年のプレサモの期間はですね、まあ、通常通りって感じがしましたよね。で、今年のワンピースのプレサモのね、イベントはですね、大きくわけで3つね、あるんですよね。で、まず1個目が、ワンピースのプレミアムショー。まあ、これはまあ恒例ですよね。で、これは公演回数が84回ね、やるらしいんですよ。で、このワンピースのプレッシャーですね、そのウォーターワールドで開かれる、まあ、ワンピースのショーなんですね。でも今回のプレッシャーはですね、今年映画公開されるワンピースフィルムレッドにつながるようなオリジナルストーリーなんですよ。で、これ内容を見たら、どうやらシャンクスも出てきそうなんですよね。これすごい。めっちゃ楽しみですよね。シャンクス出てくれて。で、今回のワンピースのプレショーで、初めてルフィの仲間に加わったジンベイも出てくるんですよ。うわ、めっちゃ豪華。いや、ジンベイでどうなんのかな？なんか、ワンピースのその仲間たちって、今までまあ、ブルックとかもね、出てきたんけども、ジンベイで魚人じゃないですか。で、これがどう表現されるかがすごい楽しみですよね。いや、でもワンピースのプレショーね、今年ね、シャンクス出てくるんじゃないかなと思ったんですけども、予想通りね、出てきましたね。うわー、またね、ワンピースのプレショーね、楽しみですよね。で、ワンピースのプレショーはですね、価格が、子供4歳から11歳の間が2000円からで、大人12歳以上がね、3000円以上なんですよね。うん。そして販売場所はですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのウェブチケットストア、もしくはローソンチケット。で、これですね、ウェブのみなんですよ。そして販売開始はですね、2022年の5月の18日の12時からなんですね。だからぜひね、行く予定の方はですね、この時間帯チェックしてね、買ってみてください。そして次はですね、サンジの海賊レストランですね。で、このサンジの海賊レストランのね、詳しい内容とかはですね、今のところは書かれてないですけども、まあ、おそらく、まあ、いつも通りに、そのサンジとかルフィとかの、そのワンピースに関するリアルキャストさんたちが出てくるショーを見ながら食事をするって感じと思いますわ。そしてこれはですね、まあ、子供4歳から11歳以上はですね、値段が2600円からで、大人12歳以上はですね、5500円からなんですね。で、この販売場所はですね、ウェブチケットストアなんですよね。そして販売開始期間ですね、2022年の5月の18日の16時からなんですよ。でも、おそらくなんですけども、いつもの傾向によると、ワンピースのプレッシャーより、このサンジの海賊レストランの方がめっちゃ人気なんですよね。だから、こっちの方がね、まあ、チケット取るの大変かなと思うんでね。だからね、よりね、そのチケット発売される期間で、ね、注目した方がね、いいかなと思いますよ。そして、三つ目なんですけども、これですね、なんとですね、初めてのユニバとワンピースのコラボライドアトラクションなんですね。なんとですね、ハリドリにね、ワンピースが登場するんですよね。いや、これどうやら初めてらしくて、で、こちらですね、その、ハリドリのストーリーコースターなんですよね。で、内容とか見たら、その、乗ってる最中に、その、ルフィたちのその、声を聞きながらね、その、ハリドリ乗るって感じなんですよ。
で、これちょっと内容を見たら、そのミニメリー号とかって書いてるんですよね。だからちょっと僕の予想なんですけども、まあ、チョッパーとかウソップとか、あとはルフィたちと一緒にハリドリに乗ってるような感覚になれるって感じなんですかね。うん。いやー、でも今まで意外とハリドリとワンピースコラボしたことなかったんですよね。うん、まあ、それもちょっとびっくりしたんですけども、いやー、今回のこのね、ストーリー講座のコラボね、またね、楽しみですね。またね、これもですね、始まったらね、すぐにね、レポね、出そうかなと思ってるんでね、ぜひね、チャレンジ登録してね、待っててください。で、おそらくはこれ以外にもですね、ワンピースのコラボグッズとか、ワンピースのコラボフードもね、いっぱいね、出てくると思うんですよね。で、またその情報が出たらね、またね、すぐにね、動画にね、しようかなと思ってるんでね、ぜひね、またね、待っててください。はい、じゃあ今日はですね、寝起き5分でね、今日公開されたワンピースのプレ様のね、内容ですね、紹介していきました。今年は15周年なんで、やっぱいつもと違って豪華でしたね。いや、まさかハリドリとコラボすると思わなかったですね。いつもはですね、プレショーとサンジの海賊レストランだけとかなんですけども。で、あと今年はですね、ワンピースフィルムレッドとね、連動してるらしいんで、いや、これからもね、そういう系のね、フードとかね、グッズもね、どんどんね、発表されるかなと思いますが、またね、夏がね、楽しみです。あとね、今日の夜にもね、今日ね、また動画ね、あげるんでね、ぜひね、またね、待っててください。はい、じゃあね、寝起き5分でユニバの情報を教えたいの豆ちゃんでした。もう寝ますわ。はい、じゃあね、これからね、どんどん上げていくと思うんでね、チャンネル登録とか、通知ボタンも押すだけで、バーン